オリックスの金子千尋投手、34、が11日、大阪市内の球団施設で、現時点で球界最高額となる現状維持の年俸5億円で契約を更改した。3年ぶりの2桁勝利で、チームトップとなる12勝を、マークしたが、目指していた数字とは離れている。全くと言っていいほど、達成感はない、と話した。プロ13年目の今季は2年連続の開幕投手を任さ。で、自身初の開幕5連勝と好スタートを切った。だが5から6月でわずか2勝と苦しんだだけに、1年間、継続して結果を残さないといけない、と責任感を口にした。4年契約の最終年となる来季へ、16勝を挙げた、2、014年を超える成績を残したい、と意気込んだ。金額は、